これ何あれ金金鳴らしたくなるよね、あんなあれ紐ついてないから今ダメなんですよ正月、あの、年末でも、あの防火でバーンってやればいいじゃんいや、ダメでしょ紐がついてないからダメなんですそう、あの、除夜の鐘の時は、うん、一般の人も鳴らせるように、うん、結構列になってるんですよそうなんだ和食続いたんで、うん、ちょっと変化球入れていきますか何何ファンこんばんはどうもここは台湾料理の店ですあれ台湾人ではありません台湾料理って、はい、台湾ラーメンとかあるんですかでも本当は台湾にはないんですよね、はいあれは名古屋の方がなんか作ったんですよねそうだよ、ね、そうらしいですよねなんか私も台湾であんなら、あんなってかああいうラーメン食べたことなくていやそうなんですよ、はい、名古屋で、はい、ほんと名物になってるんですよそうなんです台湾ラーメンって言って辛いっていうやつですよね辛いですよニラが入ってもうニンニクもいっぱい入ってさあメニュー見せてはいどうしても食わせたいのがマーガを香る水餃子マーガが、マーガを変わる馬が告げると書いてマーガをこれね、台湾の香辛料で胡椒なんだけど、うん、山胡椒っていうか、はい、なんだけど、味は胡椒なんだけど、うん、香りはレモングラスみたいな香りですちょっとおしゃれなやつあとは、あれ、ビーフンいける、はい、ここのビーフンは、うん、あのめったりしないうん何めったりってあのベタッとするじゃないですかビーフンってなるほど、ね、でもちゃんと台湾のビーフン使ってて、うん、あの時間が経ってもメタメタしないへースパ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 で何飲みますかこれいつもねお茶割り台湾のお茶で今日お茶何台湾の紅茶です台湾紅茶割りいやもう台湾といえば紹興酒でしょああじゃあ紹興酒しますかいやいいよ何でもいいよじゃあ紹興酒もらおうかな、はい、2つ、うん、はい今おしぼりにしますうーんあ結構紹興酒好きなのよおお紹興酒顔してるもう、ね、そうどんな顔もうほんと1本飲むねへえー、失礼しますどうぞ、ね、今、鳥橋とお酒を出して香り変えてみてくださいちょっと、なんかレモン、うん、なんだっけ何の匂いだっけこれマーガオ、ま、マーガオ、レモングラスマーガオ、はい、レモングラスっぽい香りがするのそのレモングラスっていうのがわからないタイ料理とかでシュッとした、シュッとした草そうそうちょっと爽やかな香りがして、けど食べるとちゃんと胡椒なのしかもうまいでしょ、これどうですか、うん、うん、これ本当うん、美味しいんですよありがとうございます本当美味しい、これ、うん、よかった、ありがとうございますこれあのね、皮がね、プルプルしててね中身がね、あの豚肉の味がギュッと詰まってるよねあとエビエビも入るエビさんこれがまた紹興酒が合うんだね、これねいいでしょ、今ここまでのラインナップ、うん、いいんすよみんな特徴があるんだよねそうだから桜山のいいとこはその巨大な店がないだからこういうね、店主と客みたいなこの構図の店がすごい多い、ね、そしてこのやり取りも楽しいし それぞれのこだわりが味のこだわりもあってなんならここは台湾だったりとかあと焼き鳥があったり七輪があったりとか新やったね買うっていうんですこれいいねふと見てあこれ欲しいなと思って家にか大反対を受けたけどけどグルージャの事務所の駐車場でできるあウッドデッキでねうんできるねあそうだウッドデッキある、うん、ウッドデッキであそこはできるそこでバーベキューやらないとねやりましょううん秋ちゃんで、うん、呼ばれるかなゲストで呼ばれない可能性あるかな
カメラ回してって言われそうなんだから大丈夫、肉持ってきてくれれば。あ、肉は全然あの、シモって一人でもは、もう全然全然何軒か行くの。うん、行きます行きます。うーん、まあこうやってね、全然 気軽に喋れる店主が多いんで、飲み会がこう続くと、ああもう一人がいいやってなって、一人でご飯がてら、ちょっとずつちょっとずつ。でも飲み会してるでしょ、結構。だいぶ、収録っすね。収録かな、週5ぐらいかな。残りの2は一人酒かな。あきさん誘ってくんないかな。俺もだってずーっと会食だもん。まあまあそうでしょう、ね、監督時代よりもやっぱり増えてるでしょ。もちろん、うん、もう本当に2が1、2、3は、うん、ほんもう収録だね。収録でもう本当に会食。2人で収録 T シャツ作る。収録、うん、ドリンク6 days みたいな、なんかちょっとかっこいい T シャツ。これが焼きビーフンです。もう香りがいいね。いい香りする。いいね、うまいうまい。美味しいんだよ。なんかこの麺のキレがいい。うん、シャキシャキして、うん、出汁がちゃんとこう、なんかありがとうございます。これ椎茸ですよね。はい、椎茸がなんか染み込んでる感じがしますね。椎茸の出汁が多分きっちりと、ね、で僕あの実家が結構干し椎茸で、あのうどんとかの出汁を汁とか、うん、出して母さんがやってくれてたんで。あとこの干しエビね。うんうんうん、これがねちゃんと台湾から。どうなんだ、はい、あと、トーチ、トーチです。トーチとかも入ってるね。あ、まあ、豆、豆的な黒い豆みたいなの、うん、あ、お会計お願いします。あ、ありがとうございます。俺の2勝だから、男の中の男今この構図だと、もう男なんならちょっと、なよっとした人ぐらいのレベルそうなの、男の中の男中、うん、じゃあ次ぐらい俺勝つわ、うん、男見せる。いや男見せるっていうか、もう勝つからいいよ、うん、言っちゃってるなよし、最初はグーじゃんけんぽい、はい、よいしょまたまたぜひ来てください。お疲れ様です。ありがとうございます。もう暗くなって、あ、さっきも暗かった。暗い。今何時？今8時。次の店はここです。え、コート？焼き鳥コート。おー。あ、カメラ回ってるけど。一応ラスト予定。いやだけど、ここ入った途端に何か見覚えあるなと思って、この男店主淡路ね、いつも行ってた焼き鳥屋さんね、昔大通りの方でやってられるんじゃない。そっからこっちに移転して、名前もコトという名前に変わって。で、それの由来は母の名前です。あの母なんですか。淡路って名前でそのままこっちに来ようと思ったんですけども、うん、まあ、向こうでやりたい人がいれば名前そのまま使うからいいべって言われたから、でも結局使わなかったんですけど、ただまあ淡路には戻そうとは思ってますけど、うん、淡路ことにするとフルネームになっちゃう。フルネームになっちゃう。母親母っていう名前にするしかない。そうそうそう。でここはあの分かるように、うん、あの青森シャモロックって美味しいシャモ、うんうんの焼き鳥とおばんざいのお店です、うん、このおばんざい今日のラインナップ紹介してもらえるか。シェフ今日は納豆とひき肉を甘辛く、ええ虫、ええ虫、ええ虫、ええ納豆と納豆と納豆と、はい、レタスを包みます、うん、
ポテサラ。チョチャポークのソーセージが入った。おお。ポテサラ。ポテサラ。レンコンと油揚げのきんぴら。その辺で拾ってきたカブをよく洗って適当に味付けしたお塩でこんにゃぐは今黙ったね今こんにゃぐはってこんにゃぐはあのその辺から買ってきたスーパーで買ってきたやつですでこれつくねですねあつくね、はい、で明太子卵ちょっとだけ残ったやつで餃子ニンニクはあのトッチョチャポークと炒めます餃子ニンニクは今旬そうですねこれ今も始まってきて、うん、ただこうやっぱり香りがちょっと落ち着いてきましたねうんあ春の出すおそうですあですそうですよじゃあとりあえずあのなんかおばんざいわーっと食べれます全然食えるよザッ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 お邪魔します誰だよって感じで誰だよってなりますよね、それね、うんうん、美味しいね桃みたいなあシャルドネねあなるほどね桃の香りみたいな、うん、そう基本俺天才なんだよそう思うちょっと笑うとこ本当にさ、まあ素人もね、うんやらしてるから、しゃあない、しゃあないんだよ、はい、今回はオープニングだけ変えて、本編全部一緒でいいんですか全然いいだったら、あの、作ってあげるんでやったー雰囲気変わっちゃいますけど8分以上にしてようん、大丈夫大丈夫明らかにだってそうなるでしょっていうか、ただしどういうことこれどういうことですかその携帯の上に置いたんだけど、俺のお客さんのスマホの上に小鉢を出す店なのか一応なんかそういうこう良し悪しも出していこうかなって思ってますああ足の方を出したねもし機嫌を損ねたらすいません、うん、どうと頑張ってほしいなこんなチャンスあったよねうんペロンで、ね、あとやっぱり昔に比べてだいぶゴールをしようっていう意識って、ね、年々高くはなってるけどそれでもまだパス出すじゃない打てって思った瞬間にペロンってパスを出すとかってなんでああいうもんなんですかあのさ今日さこれ始める前にさあのサッカーの話はしないからって言った言ったもうほぼほぼ半分はサッカーの話してるいやもうねどうしてもねお酒を飲みながら、はいちょっとフラフラとしたいとサッカーの話しないやつでいいですか何でもいい盛岡の魅力に何でもだってこの顔を見てサッカーの話をしないってなかなか難しいねいやだけどね、まあ、まあまあ結構そのスポンサーさんと一緒に飲みに行っても監督時代とかやっぱり何あれって言ってやっぱ直接言えるってやっぱスッキリするんだよ ね、うん。おいしい。絶妙なバランスだね。うん。おいしい。ありがとうございます。久しぶりに。よかったね。日本代表に褒められてきて。あ、もう残りないですか。はい。島根さんには違うのに行きますないって島山さんには違うのに行きますうんあ、そこ違うめっちゃうまいこれ納豆ですかこれ超うまい、ね、納豆にひき肉、ネギひき肉と、まあ、ネギね納豆にネギね撮影の邪魔になったで、レタス巻き巻き？うわあ、もしよかったら餃子ニンニクちょっと乗せて。乗せてでしょ。おお、めっちゃうまい焼き方。餃子ニンニク。ああうま。塩の加減とこれ肉の味はもう。ああうま。最高。お会計しましょうかねさあお会計しましょうかただしお会計はいいきます
やります。いいよ、もうやらないと俺払うよ。男気出してる。男気連チャン中。一回やりましょう。じゃあ秋さん出す、秋さん出す前提だけど、一回やってたらどうなるか。分かった、分かった、うん、分かった。行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、ごちそうさまです。まあまあ、というわけでね、あの盛岡に来た際は、まあ、あと盛岡に住んでる人もそうですけど、桜山の、ね、こう人情味あふれるいろんなお店、他にもいっぱいいい店いっぱいあるから、ね、ぎゅっと千円札をいっぱい握りしめて、で、まあ、あの皆さんね、来ていただいて、ぜひ。っていうのも、ホームゲームを見た後に、ぜひ流れてきていただいて、ね、何しろホームゲームね、見てほしいですね。見てほしいな。アキさんの解説シートもあるし、なんならあのどこのシートにいても俺の声は聞こえるし、意外と評判いいんですよ。悪いですか？評判いや悪くない、全然いいよ。逆に、なんで言わされてるか。バランスがめちゃくちゃいいもん。あ、バランス、あ、うん、バランス全然いい。ということでね、はい、あの褒めていただいたんで、来年からはやらんていう。ん？まあ、それは要相談。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。